なんか例えば最後は相手と文化の選手だった一番の大谷選手ベストバッティングでした。今日のゲームを振り返っていかがですか？Amazing game, amazing game in front of all of you. You guys deserve this today. 素晴らしい試合でした。今日来ていただいたファンの方々のその熱い声援に与え、みんな応えてくれて、それに値する素晴らしい勝利だったと思います。もうさっきから撮った今日は坂口投手、山本捕手で戦いました。坂口投手、山本捕手、いかがでしたか？ Well, this is the new generation of this team. This is what you're getting, good players. You know, Sakaguchi and they did a tremendous job today. Something unexpected.But they came through the game and they did a tremendous job, so I'm very happy for them. And that's the reason why we won the game today. まあ本当にこのチームを支える、これから支えていくニュージェネレーションのバッテリーだったんですけども、非常にいい仕事をしてくれたと思います。ちょっとこう、難しいところも厳しいところもありましたけど、それを何度か切り抜けて素晴らしい活躍をしてくれたからこそ、今日勝利につながったと思います。若い細川選手も特大のホームランを打ちました。あのバッティングはいかがでしたか？最初に風邪ひいてる。 I think that not only me but I think all of you have been waiting for him to hit a home run like that. He has a tremendous power. I strongly believe that he's going to be a great player and be here for a long time, many years to come. まあ、僕だけではないと思うんですけども、細川のああいった素晴らしい大きなホームランというのをここにいる皆さんが待ち望んでいたと思います。まあ、彼はこのチームを背負って立つ素晴らしい選手をずっと長年これから支えていくチームを支えていく選手になれると思います。そして昨日はロペス選手の素晴らしいホームランもありましたが、今日はソト選手が2本、いかがでしたか？ Every day everybody is doing something good, and today Soto did a tremendous job. Two home runs, he also got a timely, something that we've been expecting, waiting for him, and he came through today, so I'm very happy for him and for the rest of the team.まあ、日々違うヒーローが生まれていますけれども、まあ、今日外が入ってくれて、そして素晴らしいタイムリーということで、本当に素晴らしい活躍をしてくれたと思います。監督、優勝こそ決まりましたが、残り5試合、2位阪神、3位中日、常々2位は取るとおっしゃってましたが、上も見えています。残りに対して Yes, we're not too far, guys, and we are expecting you guys' support. We can do it together. You know, why not? You know, all we gotta do is just give our best to get to the second place, and we're gonna do it together.2位ももうすぐそこまで、来ています。ここにいる皆さんで、一緒に2位を勝ち取りましょう。まあ、そのためにも皆さんとチームが、ベストを尽くして、必ず2位になれるよう一緒に頑張っていきましょう。本当に今日は素晴らしいゲームでした。おめでとうございます。ありがとうございます。I'm gonna go to the next one.
すごい綺麗じゃん。横浜スタジオにお越しください。ヒーローインタビューです。本日のヒーローはお二人、梶谷選手、石田選手です。まずはサヨナラヒット梶谷選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。サヨナラヒット、まずは今のお気持ち一言お願いします。いや、今日奥さんが来てたので、かっこいいところを見せたいなと思ってたので、最高です。ということで、19回、ツーアウト、三塁の場面、本当に打席に入るとき、もう今日一番の拍手が沸き起こりましたけれども、どんなことを意識して打席に向かったんでしょうか。いや、もう自分のやり方を決めて、ピッチャーのことだけ考えていきました。そして5球目をレフトで運びましたが、打った瞬間の手応えはいかがですか。頼む、押してくれっていう感じでしたけど、僕らしいヒットかなと思います。やはりここはもう自分で決めてるという思いもあったんじゃないでしょうか。はい、もうそのつもりでした。はい、これよりはめちゃくちゃない。そして今もこのヒーローインタビューの周りもまだサヨナラの余韻があるんですけれども、もう冷たい水をかけられたあの時のお気持ちっていうのはいかがですか。冷めてもいい。いいもんですよ。はい、冷めてもいい。さあ、今シーズンは今日のサヨナラも含めまして本当に勝負強いバッティングが続いてますけれども、ご自身ではそのあたりどう思ってらっしゃいますか。まあ自分でこうやろうということを打席で出すだけだと思っているので、しっかりそれが実現できてるかなと思ってます。それでは残り試合も進めていますが、残り試合の意気込みを聞かせていただけますか。いや、もう一試合一試合必死に頑張ります。それを続けてクリスさんに流れを引き寄せました石田選手に伺います。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。ワンアウト満塁の場面でマウンドに上がりました。どんなピッチングをイメージしてマウンドに向かったんでしょうか。そうですね、本当にいろんな場面で投げさせていただいているので、いい経験を積ませてもらっているものを全部ボールにぶつけるだけだと思ってマウンドに上がってます。まずはですね、伊藤選手との対戦となりましたけども、フルカウントから最後は三振取りました。あの場面振り返っていただけますか。そうですね、あまり覚えてないんで、とりあえずストライク投げれてよかったです。そして続く近本選手との対戦、こちらはセカンドフライに押されましたが、こちらはいかがですか。相性あまり良くないバッターだったので、もう強気で攻めるしかないっていう気持ちを持って、とりあえず全力で投げました。ピンチを防いだ場面の心情というのはいかがでしょうか。いや、本当に気持ちいいですし、今日も僕、奥さんは来てないですけど、見ててくれると思います。今日は本当に試合の中には両チームに行ったり来たりする状況だったと思うんですけども、石田選手のピッチングがベイスターズに流れを引き寄せたと思うんですが、そのあたりはいかがですか。いや、坂口が先発しましたけど、ものすごいいいピッチングしてくれましたし、なんとかね、僕らも初勝利を与えてあげたいという気持ちを持って、準備してましたし、まだまだ先になってしまいましたけど、彼がしっかりとゲームを作ってくれたおかげかなと思います。そして石田選手も今シーズン非常に痺れる場面での投球を続けてますけども、ご自身のピッチングいかがですか。
いやもう本当に名前を、呼んでいただけてることに感謝するだけなので、とりあえずマウンドに上がったら全力で投げ続けます。次の方を楽しみにしています。それでは最後まで勝利を信じて応援していただいたベイサーズファンにお二人からメッセージいただきたいと思います。まずは梶谷選手お願いします。残り5試合ですけど、僕たちも必死に頑張りますので、また引き続き熱い声援よろしくお願いします。では藤田選手お願いします。そうですね、まあ、ファンの皆さんも、声が出せない歯がゆいシーズンが、続いてますけど、足を運んでいただきありがとうございます。残り少ないですけど変わらぬご声援よろしくお願いいたします。締めていただきたいと思います。スタンドのお客様は今は大きな声は我慢していただきまして、タオルの準備をお願いいたします。それでは今日は石田選手お願いいたします。いきましょう、心を一つに、アイラン横浜。Are you ready? Victory Sunday!
ご覧いただきましてありがとうございました。もう煙さんそこだよ、ちょっと煙何も見えないの、そこお知らせいたします。阪神タイガース藤川球児選手が今シーズンのバッグで現役を引退されます。これより藤川選手が一般戦でワイドスに向かいます。見えない見えない見えない、座って座って見るんだな。
そう。自分じゃなくて。